木更津駐屯地は、千葉県木更津市安土町崎に所在し、第一ヘリコプター弾頭が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地である。木更津駐屯地周辺の空中写真。画像中央滑走路が、木更津飛行場と駐屯地。右上方向に飛び地が見える。駐屯地北西側に帯津川の川口、南側には木更津港と木更津市街地が広がる。 1988年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。海上自衛隊の航空補給どころは中屯地内にあるが、航空自衛隊ル間基地のキサラ分東基地は飛び地に所在している。中屯地と飛び地は片側に車線の道路で結ばれている。なお、 この道路の東側と西側の沿道には小建て住宅が多い。駐屯地指令は第一ヘリコプター団長が、分屯基地指令は航空自衛隊第四補給所木更津市所長が兼務。敷地内に陸上自衛隊木更津飛行場があり、第一ヘリコプター団の拠点となっているほか、主要国首脳会議などで海外の首脳が来日した斎藤に使われる、 品格の移動専用の EC-225LP ヘリコプターの運用を行う特別輸送ヘリコプター隊が駐屯している。また、駐留部隊はいないものの在日米軍の補助飛行場に指定されており、施設が提供されている。有事の際は第一ヘリコプター団のヘリコプターを速やかに奈良市の駐屯地に向かわせ、そこに駐屯している。 第一空挺団や特殊作戦軍の隊員をピックアップし、直接現地へ向かうか、または、木更津飛行場や、海上自衛隊下宇佐航空基地へ移動し、航空自衛隊の入間基地より飛来した C-1 輸送機に乗せ替え日本全国へ展開させる。もともとは大日本帝国海軍の航空基地として埋め立てられたものであり、帝都防衛のほか、伊動島への連絡などにも使われていた。 解体時の詳細は、キサラズ海軍航空隊の功を参照のこと。第二次世界大戦末期には、日本初のジェット機である立花が初飛行した場所でも、ある。1945年9月に、アメリカ軍が接収した後、しばらくは、米空軍の基地として使用されていたが、1956年に、航空自衛隊キサラズ基地が発足し、輸送機部隊や飛行点検隊などが、 主に使用するようになり、その後、米空軍の部隊は1961年に立川飛行場に移転、施設の管轄権が米空軍から米海軍へ移動した。1968年には航空自衛隊の部隊が入間基地に移転し、同年、霞ヶ浦駐屯地から陸上自衛隊第一ヘリコプター団が移転、陸上自衛隊木更津駐屯地として、 現在に至っている。また、1968年12月の第9回日米安全保障協議委員会における在日米軍施設区域調整計画で基地変換が検討されたが、米軍が不可欠の任務のため当たり施設を継続的に使用する権利を有することになり、現在まで全面変換は実現していない。その後、第7艦隊の空母に所属する 故障中の艦載機が格納庫へ搬入されていたこともあり、1975年に米海軍の部隊が横須賀海軍施設に移転した後は米軍の使用実態はほとんどないものの、現在も日米地位協定では2条4項 A における米軍管理自衛隊共同使用施設区域という位置づけとなっている。日米安全保障条約上の施設名称は木更津飛行場で、 アメリカ海軍は、キサラズアルフという故障を用いることが多い。航空自衛隊地区は2010年に発覚した、航空自衛隊事務用品、発注完成談合事件の影響を受け、2013年8月1日をもって、航空自衛隊第1補給所が廃止、航空自衛隊第4補給所キサラズ支所に、改組されるとともに、基地から分ン基地に縮小された。 2016年3月31日改定の航空路詞によると長らく基地内に設置されていた木更津部 o RDME 局は廃止され、同日より木更津多管局が運用開始となった。以下はかつて運用されていた木更津部 o RDME 局の所言である。住所は木更津市江川無番地である。木更津市岩根1丁目41に所在する。 ありがとうございます。